それは2008年6月、お昼の12時30分を過ぎた頃だった。私はこの季節が来るとどうしても思い出してしまう、あの忌々しい事件のことを。私は秋葉原のメイド喫茶で働いていた。その日は歩行者天国に多くの人が行き交い、私は道行く人にポケットティッシュを配り歩いていた。メイド喫茶ナナです、よろしくお願いします。いつものほのぼのとした光景が一瞬にして地獄に変わったのだった。おい、俺車じゃねえか。やだ、歩行者天国だって言うのに看板見えてないのかしら。田舎者で知らないじゃないのか、歩行者天国。やだ、そんなわけ。うわ、こっちに来るぞ。2トントラックが突然歩行者天国に突っ込み、そのまま蛇行運転をしながら次々に歩行者を跳ねていった。一瞬何が起きているのかわからず、私はポケットティッシュの入ったカゴを持ったまま立ち尽くしていた。お嬢ちゃん、危ない。おじさんは私の体を押しながら覆いかぶさってきた。その隣を未だ蛇行運転を続けながら走るトラック。酔っ払い、それとも居眠り運転。え、何が起こってるの。理解が追いつかなかったが、顔を上げるとそこには路上にうめき苦しみながら倒れている人や、血を流したまま全く動かない人などが数名。トラックの方を目で追うと、信号待ちをしているタクシーにぶつかり停車した。すぐにトラックの中からものすごい形相をした男が降りてきた。人を引いてしまったという顔なんかじゃなかった。ギラギラした目つきの男が手にナイフを持ち、奇声を上げながらこちらに向かって走ってくるのだ。うわぁ。私とおじさんはとっさに立ち上がると、チリジリに逃げ出した。ターゲットが決まっているわけではなく、犯人はすぐ近くで疲れた人の救護に当たっている人の無防備な背中にナイフを突き立て、また近くの人を刺しに行くといった感じだ。手近なものを手当たり次第。それは警察が駆けつけた後も続いた。警察は警棒を振りかざして応戦。路地に追い詰めていたところまでが見えた。その後のニュースなどでそこで取り押さえられたと知ったが、現場は騒然としたままだった。大丈夫か、しっかりしろ。声をかけながら止血をする人。さっき引かれていたから頭を打ったかもしれない、動かさない方がいいわ。こっちは息をしてない、人工呼吸しますよ。少しでも知識や経験のある人が動き処置をし、自分だって脇腹を刺されているのに必死に救護に当たる人などもいた。私何もできない。足は震え、とてもじゃないが立ち上がれる状態じゃなかったけれど、先ほどのおじさんがまたも声をかけてくれた。お嬢ちゃん、さっきはごめんね、覆いかぶさって。どこも痛めてないかい？ええ、大丈夫です。犯人は捕まったようだ。安心しなさい。そう言うと、まだ誰もついていない被害者のもとへ走っていった。すぐに止血するからね。そう言いながら、刺された人の傷を押さえた。これ、使ってください。何もできないなんて言っていられない。そう思って立ち上がると、カゴに入れていたお店のポケットティッシュを取り出した。ごめんね、せっかくだけどそれじゃあ止血はできないんだよ。布とかそういったものじゃないと。私はまたその場に立ち尽くした。高校を卒業してそのままバイトをしていた。私には圧倒的に知識が足りなかった。もっとちゃんとこういう時に役に立つことを知っておけばよかった。後悔ばかりが先に立った。やがて通報で駆けつけた救急隊や近所の救命救急センターの人が駆けつけ、負傷者の手当てが行われた。無力だった。あまりにも無力だった。数年後、私は当時何の役にも立てなかったことを悔やみ、せめてもと思い事件のことを調べ始めたのだ。今回事件を起こした男は幼少期から母親に押さえつけられ、言う通りにしないとしつけと称して体罰も受けていた。そうした経験から
勉強はできるが人間関係においてはうまくいかず、周りの人間がどんどんと離れていき、仕事もうまくいかなくなった。相談相手がおらず、唯一逃げ込める場所は匿名の掲示板だけ。そこで不細工なせいで孤独な男という人物を演じると他者の反応がよく、しばらくはネットの掲示板にのめり込んでいった。しかしそれも嵐に遭い、唯一の憩いの場を踏みにじられたことへの報復として今回の犯行に至ったというのだ。調べれば調べるほど身勝手。私は調べるだけに飽き足らず、時間を見ては裁判の傍聴にもたびたび訪れた。傍聴は希望者が多くて毎回抽選、外れる時が多かったけれど、それでも通い続けた。ようやく傍聴の抽選にあたり、何度か見ることができた。それは事件とは関係ありません。犯人は意外にも弁護人が用意した犯人が犯行に及んでしまった経緯をことごとく否定した。幼少期からの母の必要な教育、友人や職場からの孤立、逆に捜査機関側が都合よく犯行に及んだ経緯を供述調書に動機として記載しようとした際も否定をしたという。私はこの犯人のことを調べるにつれ、どんどんとわからなくなっていった。友達もいないわけじゃなかった。職場は不満があると自分でボイコットして辞めただけで、クビになったわけでもない。ただ一つ言えるとすれば、本音で語らえる場があの匿名の掲示板にしかなかったということ。母から育て方が間違っていたと謝罪もされていて、無職になった時父にもゆっくり休めとまで言われている。友達もいるし、辞めた会社の人とも交流があったという。しかし彼は孤独だったのだ。だからってあんな事件を起こして他人の人生を終わらせたり巻き込むことはない。ふと気づいた。私もその巻き込まれた一人なんだということ。事件から6年後、犯人の弟が自殺した。28歳だった。加害者の家族は幸せになってはいけない、死ぬ理由に勝る生きる理由がない、そう言い残して、私は巻き込まれた人間として少しでも役に立ちたい、そう思い、誰にもこの話ができないまま悶々と事件について調べ、資料をスクラップしている。この思いが無駄にならぬよう、あの事件を踏み台にしてやる。最近やっとそう思えるようになった。せめて誰にも本音が話せず、彼のような身勝手な凶行に走る人が一人でも減るように、メンタル心理カウンセラーになろうと決意した。はい、おしまい。あなたには本音を語れる人がいますか？何かがあった時、悩んでいる時、他愛もないことでも、心の奥底からの悩みでも、私は花子にとってそうでありたい。そしてあなたにもそんな人が一人でもいたらいいと心の底から願います。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。